はいどうも、長坂レモンです。本日紹介席はこちら、ババーン、オルゾフトークンですね、になります。はい、まあ最近だとちょこちょこ見かけリストになったのかなーって印象がありますね。まあどちらかというと氷接軸で出場の結婚ぶんバンバンぶっぱしてくるタイプのデッキの方が多い気もするんですけど、はい、まあ出場の結婚ない方にも利点が一つあって、それがイゼットに対しての相性改善ですね。うん、まあ、含有になるってことではないんですけど、ある程度戦えるようになるということで。はい。まあ、高機能の野心家だったりとか、あと、豪太な敵対士ですね。が入ることによって、まあ、トークンとしての横並びの打点が上がって、そのまま、絶対に勝つことができるっていうのは、まあ、攻撃の一つの強みなのかなと思います。はい。また、全体事業を持ってない相手に対してはめちゃくちゃに強くて、例えば、婚礼の発表だったりとか、エドガーのとか出てくるトークンとかだけで、普通に3-3-4-4になってくるんですよね。はい。まあ、それが非常に強いということで、うん。結構、ラダー向きになってくるのかなと思います。最近だとなんか、ウルフコントロールみたいなの多いので、そういうの相手だとちょっと不利がついちゃうんですけど、まあ、どうしてもね、雪上の結婚が入った分っていうのの不利が出てあるんですけど、まあ、それ以外のデッキ、緑端子の相手にはこっちでも普通に戦えますし、そもそもトークン戦略なんで、相手のね、サリアとかもあんま引きづらいっていうのも一つあったりとか、そういうのもあるので、なかなか悪くないんじゃないかなと思います。はい。特にね、やっぱりイゼットに対しての相性改善というか、まあ、ある程度ですね。まあ、8-2 ぐらいだったのが、6-4 ぐらいになったぐらいなんですけど、まあ、それでも結構な進歩だとは思うので、なかなか今の環境的に合ってるのかなと思います。はい、というわけで、本日この時使ってランクマッチやってきました。勝率的には4分の3か？うん、4分の3ですよね。75%。負けた試合が、相手もオルドフコンだった時だったんですよね。うん、まあどうしても雪上の結婚相手に相手だとね、厳しい思いをすることあると思うので、ポジメタも何かしら積んであげてもいいのかなと思います。対戦の方へどうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。5手3スタートはちょっと厳しいか。ただそれはそれとして、3まで耐えると、まあ婚礼発表とかから動けそうなんで、キープはできますかね。うん、あ、黒谷ちょっとゆっくりしてそうなんで、なんとかなりそうですかね。これは、はぐらで置いて問題ないかなって思います。婚礼発表とエドガーから入っていきましょう。うん。引き継ぎ目。はい。婚礼発表、エドガーから入ると思いましたけど、取りに来ましたね。マイナスで、トークン作っちゃっても問題なさそうではありますけど、とりあえず婚礼発表から。引き継ぎ目って別にね、殴られてもそんなに痛くないので、ね、うん。結局はただの1-1ですからね、飛んでるとはいえ。なんで、まあ、あんまり怖くはないかなって印象はあります。あとは、純粋にこっちの方がサイズでかくなるんですよ。婚礼発表とかがあるおかげで。あ、そして殴ってきましたね。これもう、とっととブロックで問題ないです。うん。本領分2枚目。まあ、さすがに2-3とかで動きたいので、でな、エドガーとかで問題ないと思います。水泡事故っていうのは黒単色では、まあ、あるはあるんですけど、履修の中に。それしかないので、グラスプ、OK。むしろ、グラスプで処理されるのは OK なんですよね。棺が美味しい。うん。半分生物が出てくれるので、便利か。わらわざソリンでプラス打ちましょうか。土地あったら拾いに行きたいですね。うん、あ、OK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 。5マナ目欲しかったんで、プラスでいいと思います。マイナスから入るとね、引き継ぎ目にやられる可能性あるんで。うん。サイズがでかくていいですね。で、婚礼発表がもう1枚あるのと、消失の宿とかもあるんでね、結構楽に動けていくかなと思います。相手からロルスが飛んできてもなんとかなりますね。これなら。うん。自動化。まあ、OK です。ジュガンガン切ってるうちは、全然余裕で足れるので。ロルスでいいかな。うん、ロルスでいいと思います。マイナスで。は
キッズリーメン落とさせますか、みたいに殴りましょう。こっち側も殴っていかないと勝てないんでね。うん、全体事件打ちたい気持ちにさせた方がいいと思います。これはサンマナのあれですね。名前はど忘れしたんですけど、ああなるほど、封印突破。おじいちゃんの墓はありますか、それとも婚礼取りますか。あ、このタイミングでおじいちゃんの墓は割れなくなりました。うん、これはロルスは絶対落ちるんで殴ってよくて、エドガーもぶん殴っていいでしょこれ。うん、こうでいいかな。はい、引き釣り目だけ追放するっていうのも手ですけどね。うん、引き釣り目だけ追放は全然手ですけど、ここなんですけど、ここなんですが、フレンズウォーカー出しましょう。全体除去された時用ですね。フレンズウォーカーいる方が強いので、フレンズウォーカー並べておきましょう。あ、これは欲しいですね。こっち欲しいので。で、ここで、ね、ロルスが出てきてもそんな怖くないんで、うん。ロルスさんできてもなんとかなりますからね。こっちの方がトークン自体は強いんで、うん、ただまあ宿で取ってあげるのが一番綺麗かなと思います。はい、ね、ソリンのトークンとロルスのトークンと、あと婚礼発表をもう一枚置きます。うん、純粋にこっちの方がトークン生成能力が高いんで、で1、2、3、敵対者が X2 でいけるかな。うん、 X2 でいったらそのまま勝つ可能性は高いですかね。そうですね、うん、ここに切ってるようだと絶対に勝つんで、あと宝物もないので、フイントパフォーもまだ打てないですね。うん、グラップ。ブロックしたらした、いやこれ勝ったか、6、10勝ちましたね。うん、普通にこの暴君の目玉の暴君だけでも勝ってるんで。はい、これで勝ちかなと思います。うん、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね。土地にはキープできないです。土地にキープできないって言ったんですけどね。いや、まあ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 。相手の色見て、地封じ何出すかだけは決めておきましょう。落ちたる者の案内。高気王の野心家か。よいしょ。高気王の。高気。いや、進化で調べた方が早いかな。めんどくさい。これで出ないですか。あー、出ないか。仕方ない。敵対者あたりで止めておきましょう。うん、まあ普通にサリアとかもありやったと思うんですけど、あ、光か、これ
あどうしよっかな。一発通したら通した？まあブロックして調子のしく打ってもいいですけど、まあ通したら通したですか。これはエンドでパワー高いんでね、一応。大槌おいおい、おわ、大槌取って野心家も取りましょう。エドが起きます。チーフギア残しときたいかな。うん、豪華な敵対者ですけど、まあスタイクリーブの亡霊内なんないで捉えるとは思うんですけど、まあ一発取ってもらわないと多分話になんないので、うん、まあパリア森爆の随意どうしよっかな。それじゃあ、追封に残しますか？いや、違うな。エドが当たり打ちだな。うん。置物にして、いろいろ と作った方が強い気がする。うん。あー、四句2枚引いたな。結構楽になったかなって気もしますね。そこの、おっしゃる者の案内は、少子の四句で取れたりするので。うん。エドガーのこの棺に関してなんですけど、スカイクレイブの亡霊以外での取るっていうのは結構厳しめなんですよ。これは飛んでるやつ消した方がいいか。いや、食肉鍵もあるしな。放置でいいですね。うん。はい。サリア取るのも手ですけど、サリア取る必要はあんまない。まあ、口封じとコア打ちで問題ないかな。タリアの2点はまだ大丈夫だと思います。飛んでるやつ消しときます？いや、まだ全然いるか。そうですね。打つ必要はないかな。でかいとこだけ取っておけばなんとかなるのかなって気もします。これはいちいち殴りましょう。ブロックどうせ回れないんで、それなら殴った方が楽ですね。置いてんの？うん、一応あと1マナあればサリアも呪文縛りもまとめて飛ばすことができますね。特にレイレインはめんどくさいので、これはレイレインを取ります。トップ土地引いた時のメリットはすごいでかいですね。5点なんですけど、一応これで4点分の回収ができちゃう。うん、エンド。はい、そぼなせ選手。エドが取っても意味ないんだよ。引く見えてますからね。はい。で、サリア殴れないですけど大丈夫ですかね。あ、殴るんだ。普通にサリア取って、で、次のターンドルスも出るんで、さすがに勝ってそうですけど、マイナス？あ、出てくるトークンが反魂のおかげでライフも結構余裕があるので、次のターン何もなければ勝ちますね。そうですね。殴って食肉鍵 X2 とかでこいつは全員飛ばすと追加5点が入るので、なんなら雲だけでも通れば勝ちですね。うん、これ雲だけでも通れば勝ちなので、4、とりあえずフルパンか。あ、ミスりましたね。うん、ミスりましたね。
さっきのやつフルパンシルバー買ってましたね。まあとりあえずフルパンで問題ないかな。うん、4点取れば勝ちです。4点だけだとあれかな。うん、とりあえず食肉影 X1 までは通します。はい、 I win X1。 はい、うん、これで対戦で投了ですね。グッドゲーム、皆さんありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていたらわかる通りね、基本的には、まあ横並びして、エドガーとかで普通に縦並び出していくっていうのが一番強いのかなと思います。はい。まあ最初もね、私コインの発表、婚礼の発表とか、これ裏返んなかったなーって思ったこともあったんですけど、まあなかなか思ったよりは強かったですね。これはびっくりしたポイントかなと思います。それとエドガーもですね、このカードも、バウンスめちゃくちゃ多い環境だし使えんのかなっていう思いがあったんですけど、まあバウンスを使ってこない対面、イゼットとか以外相手にはめちゃくちゃ強かったりとか、そもそも追放除去を持ってない対面にめちゃくちゃ強いので、うん、環境的には結構合ってるのかなって印象がありました。はい、それとまあやっぱりブレインズウォーカーのソリンとロルスは、両方ともトークンを生成しつつドローができるってことで、まあこの辺のねオールドフード苦手だった縦引きっていうのを結構解消することができるっていうのにおいてもね、なかなか強いのかなって印象はありましたね。はい。で、海流湾とかについてなんですが、まあ、雪上の結婚を入れるために、氷雪陸にするのもありですし、まあ、その場合はね、メインサイドとかでいろいろ変えなきゃいけないんですけど、まあ、そこもありなのと、もう一つが、墓地メタをしっかり積んで、まあ、お互いオルドフだった時にね、真っ白とか打ってあげると、それだけでリソース不足に陥るデッキっていうのは結構あるんですよね。なので、まあ、真っ白とか使ってあげるのも一緒との手なのかなーって印象はありました。はい。そして、今の環境、エドガー取る手段っていうのがバウンス以外でほぼないんですよ。はい。まあ、追放除去、マスタリ、黒熟達ですかね、とかもあるんですけど、それぐらいしかまともに取る手段がないっていうことで、環境的に黒の熟達、まあ、ああいうのクリーチャー、まあ、プレンズウォーカー追放っていうあれは、今の環境めちゃくちゃに強いのかなって思います。はい。なので、まあ、その辺使ってあげてもいいのかなっていうのと、まあ、リーアとかも含めてね、ぼちめた、ぼちに結構使うデッキっていうのも多いので、ぼちめたするための真っ白とかは入れてあげてもいいのかなっていう気はしました。はい。まあ、他にも、ぼち使うカードをね、消すカードがあれば、そっちでもいいんですけど、まあ、このデッキだとぼち使わないんで、例えば、ルーン石とかね、ルーン石とか、そっちの方とここで、まあ、ぼちめた操作することもできるので、はい。まあ、まだまだね、調整の違いがあって面白いデッキかなと思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは